2020年は東京オリンピックの年です。そして多治見市で聖火リレーが行われます。日にちは4月4日土曜日、おおむね午前中からお昼にかけて聖火リレーを行います。ここでのボランティアの皆さんを募集をしています。18歳以上、そして約50人、この皆さん、どうか多治見市の聖火リレー、出発点は固形山の頂上、そしてゴールは固形用水広場、絶対に一生の思い出に残ります。4月4日土曜日、東京オリンピックの聖火リレー、ぜひともボランティア50人を募集します。詳しくは文化スポーツ課まで、文化スポーツ課までお願いをいたします。